シニエイメルシェパールによる、牧羊神と妊婦、シダリーズと牧羊神は、フランスの作曲家、ガブリエル・ピエルネが作曲した二幕3馬からなる、バレエ音楽及びそれに基づいたバレエ組曲である。リブレットは、ロベール・ド・フレイルとガストン・アルマンド・カイヤベによって、書かれている。1923年1月15日に、パリのオペラ座にて、レオ・スターツの振り付けにより初演された。 1898年のピエルネ・ピエルネは本作を1914年の夏の終わりまでには作曲されていたが、第一次世界大戦の勃発、大本作家のカイアベの不良の死、1914年の当時のオペラ座の監督、アンドレ・メサジェの辞任などにより、初演は1923年まで引き延ばされた。初演は観客と批評家のいずれからも好評であった。この作品は、 魅力的で、再起に飛んでおり、古代イギリシャの先法と印象派の火星及び、バロック音楽の味わいのあるパロディが素晴らしく、統合されている。シリル・ボンジェは、シダリーズと牧羊神は、新古典主義的バレエ作品として、音楽史の一角を占める傑作であることに、疑念はないと評している。ノルベールデュ・フルクは、ピエルネの音楽について、ピエルネは、楽譜をたくさん読んだおかげで、 あまりにも安やす,やすとそれらを自分のものとしてしまい。したがって自分の個性にいつも変わらずにいることを許さないのである。メサジェ、マスネ、フランク、ワーグナー、ドビュッシー、フォーレ、ラベルといったあらゆる傾向が火の打ちどころのない技能や村のない処方や透明な還元落法を通して統合される。それはまるでピエルネの芸術が一つの総体を さらに同時代のフランス芸術の製図を我々に提出しようとしているかのようであると評している。なお、ピエルネはコロンヌ管弦楽団の指揮者として、ドビュッシーのイベリアやラベル、ダフニスとクロエの第一組曲、ストラビンスキーの火の鳥などを初演しているという背景がある。組曲版は、第一組曲は、第一場と第二場の大部分の音楽を含み、第二組曲は、 第3場の音楽に遂行を加えたものである。第1組曲、約28分。第2組曲、約15分バレー全曲、約75分。第1場ピエール・カリエ・ベルーズによる、カルロッタ・ザンベリ若い妖精や牧神が暮らしている。牧神たちの学校では年老いた牧神によって授業が行われている。若い牧神のスティラクスは、不真面目な生徒で、 しっかり授業を聞こうとせず、はしゃぎ回る。先生の注意に耳を貸さず、パンの笛のレッスンを邪魔し続ける。そこへ、女の先生に導かれ、妊婦たちが生徒の妊婦たちの行進曲に乗ってやってきて、舞踏のレッスンを受けるために、牧師たちと一緒になるが、ここでも、いたずら好きのスティラクスが授業の妨害をしてめちゃくちゃになる。スティラクスは踊りの輪を混乱させ、 皆を陽気で野生的な踊りの渦に引き込んでしまう。第2話、若く美しい舞姫のシダリーズが国王の前で踊りを披露するためにベルサイユ宮殿に招待されている。シダリーズが乗った四輪馬車が牧師たちのいる森を横切っていく。スティラクスはシダリーズに一目ぼれし、すぐさま夢中になってしまう。スティラクスは衣装箱に忍び込み、宮殿にたどり着き、 舞踏の場に居合わせることができた。組曲は、インドの王妃のバレエから始まる。スルタンは病気で落ち込んでいる。これはパントマイムで表現される。薬剤師たちが呼ばれ、薬剤師たちの踊りとなる。しかし、スルタンは一向に回復せず、神経衰弱の症状を示すようになる。突然トランペットによるファンファーレが鳴り響き、海賊たちの登場が告げられる。海賊たちは、 囚われの美しい女奴隷たちをスルタンに献上する奴隷たちの踊り。この中にシダリーズがおり、シダリーズの変装を踊る。彼女にすっかり魅了されてしまったスルタンはシダリーズに駆け寄る。しかしシダリーズは扇でスルタンを撃ち、鼻でせせら洗う。一同はこの大胆で無礼な行為に恐れをののき、青くなってひざまずくが、スルタンは 寛大にもシダリーズ許してしまう。すると、スルタンの病状は、不思議なことに収まってしまう。ブングロウ作、ニーフとサチュロスバレーの上演が終了し、シダリーズが寒がっているので、定身の一人がシダリーズにマントを着せてやろうとすると、衣装箱の中から、スティラクスが飛び出してくるので、皆は驚く。スティラクスは、皆があっけに取られているうちに、シダリーズに駆け寄って、 彼女を抱きしめる。バレエ団の監督が蘇生を問うと、スティラクスは狂ったように踊り出す。スティラクスの踊り。スティラクスはシダリーズを踊りに引き込み、やがて皆も一緒に踊り出す。スティラクスとシダリーズがあまりにも激しく抱き合っているので、皆はスティラクスをシダリーズから引き離そうとする。離れる際に、シダリーズは彼にバラの花を投げつける。 スティラクスは彼女に愛の矢を渡す。スティラクスはバラの花を戦利品のように振りかざしながら熱狂的に踊り続ける。やがて全員の踊りとなり、第2話は終了する。第3話夜中、屋根裏部屋の窓から星空が見えている。シダリーズが熱狂的なファンに囲まれつつ部屋に戻ってくる。家政婦が彼女のコートを脱がせると、シダリーズは疲れたので、 一人になって休もうとする。バレエの監督に帰ってもらうよう頼むと家政婦が届けられた花を持ってくる。さらに少年がバスケットいっぱいのラブレターを持ってくる。彼女はそれらのうちの何通かを読む。家政婦が去るとシダリーズは手紙を窓から投げ捨てると蝶のようにひらひらと落ちていく。彼女はしばし呆然としているがやがて床につく。すると スティラクスがシダリーズの部屋の前まで来て笛を吹く。それを聞いたシダリーズはヘトヘトに疲れるまで踊り始める。そして彼女は窓を開け張ってしまう。するとスティラクスはシダリーズの寝室に忍び込む。シダリーズがスティラクスに身を任せようとした瞬間に森から牧師たちや妊婦たちの声が聞こえてくる。スティラクスは自然の呼び声にこうしきれずシダリーズを たくさんの消しの花で埋めると立ち去っていくのだった。ありがとうございます。